自然と始まってるな自然と始まってるな。あーなんか最初のあれだろうなと思って無言でやってたけど始まってるな君で。じゃあこれでよし。はいどうも皆さんごきげんようセブンと申します。それではね、まあもちろんこちらのゲームやっていきましょう。タイトル出てくるよね。タイトル出てこない。レンティルポケモン自然科学研究所。さあニューポケモンスナップやるしかなくない。何の音もない。何怖っ。めっちゃ綺麗じゃない。いや可愛い。めっちゃうわ。どうもこんにちは。喋ってる。誰と誰。いやーよく来たね。レンティルポケモン自然科学研究所へようこそ。僕の名前は鏡。はいはい。ここフロレオ島でポケモンや自然環境についての研究をしているよ。博士はねレンティル地方の他の島も全部調べるんだって。ほう。今まで誰も調査してないんだよ。これってすごいことなんだから。めっちゃ睨まれてるよ。大丈夫。ビクトルのこと忘れてない？おい、ちょ、なんか険悪じゃないこれ。なんかビクトルとやらのこと忘れたから、ちょっと早速険悪です。あ、そうだった。君も読んだよね。冒険家キャプテンビクトルのお話。キャプテンビクトル。でも100年ぶりなんだから、やっぱり博士すごいよ。ありがとう。ありがとう。おー、よかったよかった。ちょっと。彼女は、リタ。親友のお嬢さんで、学校が休みの間遊びに来てるんだ。夏休みか。博士遊びじゃなく助手。そうだったね。いつも助かってるよ。ではなんかあんま良くないねこの2人ね。では今回の体験会について説明しようと思うんだけど、まず一息つくために研究室の中へ行こうか。じゃあ私が案内するね。さあ、では多分ね。では改めて紹介しよう。改めて説明しよう。レンティル地方にもたくさんのポケモンたちが暮らしているよね。あ、そうなの。彼らを撮影することで、ポケモンの生態や自然のことをもっと理解する、というのが今回の体験会の目的だよ。夜には光ってるポケモンに会えるかもよ。すっごく綺麗なんだから。では早速このリサーチカメラを君に投げよう。うわめちゃめちゃいかついカメラ。持ち手だけガーンって出てる。なるほど。私も同じの持ってるよ。メンバー同士で、通信もできるからよろしくね。通信もスマホやん。撮影だけでなく、通信やデータ分析もできる調査専用のカメラなんだ。ほう。君の ID にもなってるから大事にしてね。マジか。スマホじゃん。じゃあおお、どういう原理？そんな薄いのにそんな伸びる？すごいな。すごいでしょ。お前が作ったか。あ、博士が作ったかい。それ博士が開発したんだよ。博士、使い方は私が説明していい？では助手にお願いしようかな。僕は別の準備をしておくよ。じゃあ早速外に行こう。始まりましたね。でポケモンスナップはちなみに僕やったことない。チュートリアルでは初期設定のボタンで説明を行います。そうだな。そうだな。あ、ちょうどいいところにビビオン。あのポケモンを撮ってみて。 A ボタンで撮影できるよ。ほう、よっしゃ。いい感じいい感じ。次はカメラを動かして撮ってみようか。はいはい。今真ん中に見える丸いマークはポイントっていうの。はいはいはい。Lスティックでこのポインターを動かすと一緒にカメラも動かすことができるんだよ。はい。じゃあやってみて。はい。ポインターをこう合わせて、ね、いや動かすのはできた。写真撮るわけじゃないんだ。動かせるよ。カメラを
一周できる。うわ、なんか面白そうなのもある。カメラジャイロで動かすことができる。ピカチュウが来てる。ピカチュウが来てる。今度はあのピカチュウを取ってみよう。オッケー。まずはポイントをピカチュウに合わせるように動かしてみて。今ピカチュウの周りに四角いマークが出たよね。はい。これはこっち見た。写真の主役を示すってことだけ覚えておいてね。それだけ覚えておいてください。大事だから。なるほど。取ってみて。何にも動かせない。俺に許せ。今だ。まだ見てるね。ちょっと遠いからピカチュウが少し小さく見えるよね。あ、はい、はい、そんな時はズームを使うといいよ。はい。ズームするには ZL ボタン押している間だけズームするよ。じゃあピカチュウを大きく撮ってみよう。押してる間だけ離すと戻ると。なるほど。俺に許されたのはこの動作だけ。あ、で A ボタン、よし、オッケー。大きく取れたでしょ。あ、逃げないで、動かせない。全体を大きく、そして真ん中で取るのがコツだよ。そうすると点数が高いみたいな。もう操作は完璧だね。すごいよ君。はい。カメラやジャイロの調整をしたかったら設定メニューからできるよ。調査中ポーズメニューからもできるから覚えておいてね。了解です。説明終わったよ。リサーチカメラの使い方覚えたかな。では今から君が撮った写真を評価させてもらうよ。まずはポケモンごとに1枚写真を選んでくれるかな。それを僕が作った特別システムを使って評価するんだ。 AI みたいなのが。自分でいいと思った写真を選んでみてね。ピカチュウのフォルダを選んでみよう。ピカチュウ、あ、2枚あるんだ。あー、なるほどね。で、どっちを選ぶか。これでしょうね。で、ビビオン、ビビオンは1枚しか撮ってないかな。これかな。で、博士に見せる。最初の写真は新発見だ。これはピカチュウか。撮影できたのは初めてだね。まあ撮影したのが、まあ、ほぼ初めて。これはポケモンの行動を知るために僕が作った仕組みなんだ。ほう。星が少ないのは普段の様子、星が多いのはなかなか見られない様子。ほう、という具合にね、全てのカテゴリーが大事なので星の数でスコアの違いはないよ。あー、なるほど。星1も大事だし、なんか星3も大事だったりみたいな、そういうこと。カテゴリーの判定にはカメラが撮影記録してる撮影前後の情報も利用してるんだ。へー。では今回の写真の評価を始めよう。まずはポーズ。いいタイミングで撮るとスコアが上がるよ。ほう。大きさはその名の通り、向きはポケモンの顔の向きだ。なるべく正面から撮るようにね。日は写真のバランス、中央にし、ポケモンが写ってる。ああ、はいはい。他のポケモン、一緒に写ったポケモン、ああ、はいはい。たくさん話したけど、ポケモンをカメラの真ん中で大きく捉えてシャッターを切る。これが一番大事。まずはこれだけ意識してみるといいよ。では今言ったところの評価は、すごいぞ。初めてには思えないな。3062が、まあ、高いのか低いのかもわからんな。ちなみにビビオンはこれも普通に撮ったやつ。ビビオンか、まだ調査してなかったポケモンだね。いいね。あー、これはでもポーズがちょっと低いかな。あー、でもさっきのピカチュウはちょっとポーズが工夫されてるから点数が少しだけ高い。大きく写す、大きさの基本で覚えておいてね。あー、はいはい。大きく写すも何もこれズームができなかったあれだけどね。なんかそう、上げ足取りはやめてほしいな。どうだった？撮影と評価を繰り返して君だけのポケモンフォト図鑑を作るというのが大きな目的だよ。よし、ではそろそろ冒険に出発しようか。早速です。早速冒険できます。やったさて準備は整ったね。てかめっちゃ綺麗じゃない。なんかこのポットで移動しながら撮影を行うんだ。何を原動力にして動いてる、どういうマシン。ちなみに名前はネオワンゴって言うんだよ。遠く離れた場所にも一瞬で行けちゃうすごい乗り物なんだから。すごっ。ある人に協力してもらって最近ようやく完成したんだ。ある人っていうのがなんか伏線になってるのかな。レンテル地方にはね、高いエネルギー反応が点在していて、
博士説明はあとあと。うっせえなみたいな感じで、やっぱこの二人あんまり仲良くないぞ。うん、ではネオ暗号によってカメラ探してみてくれ。ちょっと切れてる、もうあのちょっと切れ気味です。うるせえな、遊びに来たガキのくせにみたいな、よくないな。それもう使い方を完全にマスターしてる。これ反重力ですか。行ってきます。なんでもありやん、もうワープしちゃってるもん。ベースキャンプのポケモンたち、ベースキャンプにはさまざまなポケモンたちが自由にで、読めない。わあ、なんかいや本当に綺麗。64の動画とか見たことあるけど、こもうめちゃめちゃ。そこはフロレオ自然公園の入り口だよ。待って、こうじゃない？ネオ暗号は自動でルートを判別して進むんだ。よし、オッケー。周りをよく見て、撮影に集中すればオーケーだよ。ちょっと待って。何も大博士の話聞いてなかったけど、合ってんのかな。あ、バッフロンを全体で映す。あ、何なんかしてた。よし、まあ、たくさん撮って大丈夫なのかな。さあ、なんか撮るべきものがこちらにはないかな。もうちょっと急いでくれる。ああ、なるほど。ケムスト、ケムストじゃねえ。あー逃げちゃった。こっち向いて、こっち見て。ケムスト、じゃあちゃんと取っとく。エモンがもう一回取りたいが、エモンがいた。エモンが、エモンが無理だ。もう一回来てくれると信じて。なんかキノコ、これなんだ、クリスタルフラワー取っとくか。なんだ今の。すわんな。よしよし、とりあえず取りまくろう。よし、すわんな、水飲んでるところ。跳ねてる、跳ねてるところ。取れた、多分なんかするぞ。飛ぶぞ。あー飛ぶ瞬間が取れない。ピチュー、めちゃめちゃ待って、なんか上になんかいたな。スワンだか、あのピッパをいい感じで撮りたい。ちょっと待って、こっち見てくれ。あんま無駄打ちすると良くない気がするから。ピッパめちゃめちゃ可愛い。さあいるか、なんか。うわ、めっちゃいいじゃん、どう踊りよ。待って、ズームしないでこう撮ろう。オッケー、跳ねろ跳ねろ跳ねろ。跳ねない。ケムッソはもういいじゃん。なんかもっといい写真なんかないかな。めちゃめちゃでもなんかすげえ、うわめっちゃかわいい、ほうとろ。めちゃめちゃキュアワーとかいる。待って、なんか起きた。あー、えなんだ今、なんか揃ってなんかやってたな。あれ撮るとよかったんじゃない。こっち見ろ、フラージェス。オッケーオッケー、なんか仕草してるところ取れたんじゃない。それは転送マーカーといって、ベースキャンプに戻るための目印なんだ。じゃ写真撮っとくか。わかりやすく言うとゴールかな。なるほど、戻ってきたら撮った写真を見せてもらうよ。なるほど、こんな感じか。結構おもろいな。これをいろんなところでやるんだ。公園昼撮影した19枚、もっと撮っていいんだ。なんか60何枚撮れたもんね。おかえり、フレリオ、え、なに、フロレオ自然公園は楽しめたかな。ではさっきのように僕に見せたい写真を選んでね。ポケモンごとに1枚だよ。これが厄介だな。
2枚3枚も選べればさ、いいんだろうけど。よしよしよし、これめっちゃいいじゃん。どれがいいんだろう。これの方がいいかな。どれがいいんだろう。いや、いろんなポケモン映ってる、これもいいけど、こっちもなんだかんだ後ろに映ってるもんな、いろんなポケモン。何これ。あ、バフロン、これバフロンが映ってる唯一の写真。なるほど。じゃ、これ絶対こっちだろプラジェス、プラジェスいいぞ。あ、でも特別なポーズは取れてないっぽいな俺。結構水飲んでる時とかさ、あ、跳ねてる瞬間星2だダメか、ダメ。選べないんだ。主役がはっきりと写ってる写真は選べません。そうなんだ、残念だな。じゃ、もっとガンガン保険で取っといた方がいいんだ。なんかあれ今取れたかなみたいな時は。よし、じゃあ一緒に見ていこうか。まずはビビオン、これは息を飲む美しさだね。ポーズ、あー、でも点数、あー、でも大きさとかが改善されてるから、あー、点数上がった。ニューレコード、こっちの写真を採用しましょう、とりあえずね。でもうちょっと正面で写したいね。楽しいな、これめちゃめちゃいいでしょ。新発見だ、いいね。あ、星2だこれも。顔を大きくアップで撮ってみるのもいいんじゃないか。これ限界なんだよな、多分もっとアップできたりとかするようになるのかな今後。これいいんじゃない、どうすかね。あ、でもポーズは500点。あー、でも大きさがいいんじゃない。おお、これバッフロン取れてるのかこれは。あ、でもポーズはめっちゃ点数高い。大きさがめちゃめちゃ減点されてんな。なるほどね。ケムストどうすか、これでも良くないよな多分。あー、でもぼちぼち顔大きくアップで、あ、もっと大きくしてみてもいいかもしれない、正面でね。これはいいんじゃない、どう。これ確かズームで撮ったし、ちゃんと。あー、いや、まあまあ、なかなかいい位置で撮れてるね。なるほどね。フラージェス、なんかちょっとあれだな、ちょっと擬態しちゃってんなこいつ。で、大きさとかはバッチグーでしょ。1も1000点、多分満点。これはちっちゃいな。うん、オッケーオッケー。これどうよ、これ良くない。新発見だ、ベストタイミング。おー、いいじゃん。飛び立つ瞬間とか撮るといいのかな。跳ねてるコイキング、もっとズームで撮りたかったけどね。めちゃめちゃいいでしょう。いや、大きさがダメなんだな。うわー、なるほど、こんな感じか。どうだった。あ、調査レベル、何これは。各ルートの調査の進み具合を示してるんだ。あ、なるほど、レベルがあるとポケモンたちの違った様子が見られるかもしれないよ。ああ、なるほど。調査レベルを上げるにはポケモンのさまざまな行動を観察すること、つまり星1から4の写真を集めることが大事なんだ。ああ、点数というよりかはさまざまな写真を撮っていくっていうのが重要。簡単に言うとフォト図鑑を埋める、基本それだけ覚えてれば大丈夫かな。なんかそんなんばっかだな。細かいところはいいからざっくりとだけ覚えときなさいみたいな。ポケモンとの出会いを楽しみながらたくさん写真を撮っていこう。ここの調査は始まったばかりだ、君なら大丈夫、頑張ってね。あ、なんか宝物くれた、急にチンプ。あー、なるほど。あー、え、こういう称号とかもあるんだ。へー、アルバム保存、撮影した写真をアルバムに保存します。何これ。調査した後は、研究室のマイスペースにあるアルバムに保存する写真を選べるよ。エクストラ撮影では設定変更してもう一度撮影できるから試してみてね。何エクストラ撮影って。エクストラ撮影、あ、
加工ができるし動かせる。動かせんのずるくない？暗くもできるし明るくもできる。すごい。ぼかし強くしたりとかできる。うわ、ビビオンだけ、すげえ、ビビオンだけ、え、ぼかしの範囲をちょっとビビオン、あ、ワンポイントすぎるか。ビビオンワンポイントにして、ちょっと待って、ここか。オッケーオッケー。撮影タイプ何？あ、もうぼかしとかが意味なくなっちゃった。タイトル飛行中。あ、タイトルも変えられるんだ。で、これで撮影すると、あ、で保存するみたいな。なるほど、めちゃめちゃいいじゃん。できること多くない？で、ベースキャンプに戻ると、うわ、めっちゃ楽しい。なんかもう、リタが撮影した風景写真、レンティル地方とは少し違う雰囲気だ。ここがどこなのかわからない。何それ。さて、さあ仲悪い2人、これで一通り説明はできたかな。夜の撮影はまだなの？それはもう少し慣れてきてからね。俺やっぱ仲が悪いぞ、2人で。絶対仲悪いじゃん、気まずいって俺。あと研究室はいつもいつ来てもいいよ。ほと図鑑の確認も大事だからね。いつ来てもいいよはいつ来てもいいわけじゃないからね。みんないつ電話してきてもいいからねっていうのはね、ちゃんと常識のある時間に電話したりとか行ったりすることをおすすめします。だいたい切れるから夜とかに行くと。行った時に私が説明するね。では引き続き撮影を楽しんできてね。なるほど、これでチュートリアル1回終わりで、ストーリーとかはなんか細かいのがあるわけじゃないのか、それともなんかこう調査続けていく上で、出てくる。てかめちゃめちゃポケモンがわーって出てきて楽しいな。ビビオンとかが、イーブイとかが背景で動いたり。てかめっちゃ綺麗、すごいなスイッチって。よし、じゃあね、今日はね、まあ簡単になりますがこれで終わりにしましょう。仲の悪い2人が見れたからまあよかったでしょう。時間的にもちょうどいいしね、チュートリアルが終わって、次回はねちゃんとした調査をやっていきたいと思いますので、よかったらねチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた、ごきげんよう。